大阪景気地告知版の謎吉どこの停車場にも必ず一つはある小さな黒板を多分読者諸君はご承知のことであろう白いペンキの線で盤面にいくつかの縦桂を引かれたこの黒板は とところによっては伝言版ともいい、あるいはまた告知版とも呼ばれ決まって待合室や出発口の片隅で旅客や町人たちのさまざまな伝言を書きつけられながら静かに役目を果たしているのであるがそれは全くどうすると人々から忘れられたように雑踏の片隅にこっそりぶら下がっていたりするので時として我々はその存在に気づかないでしまうこともあるようだ。 がもしも心ある人が少し注意してその伝言板を見られたなら必ずやその人は薄汚れしたその黒板の上にいくつかの微笑ましい人生の断面図を見られるに違いないある日曜日の正午近くのことであった東京の中心に近い賑やかな停車場の待合室へ一人の青年がやってきた ネズミ色の洋服に同じ色のソフトボをかむった、肉づきのいい、どことなく好人物らしい青年であったが、何かひどく気にかかることでもあると見えて、落ち着きのないせかせかした調子で群衆の中を物色している様子であったが、やがて思いついたように片隅の伝言板の前まで歩み寄ると、その盤面にぎっしり書き詰められたたくさんの伝言の上へ慌てた視線を投げかけた。が すぐに目を輝かせながらその中の一つへ吸い寄せられるように顔を近づけていった北に龍太郎君。それがその青年の名前であるが爽やかに晴れ渡った久々の日曜日で誰しも平和な休息と慰安への出発で楽しげに和らいでいようというのに一人だけ何をそんなにくよくよと気をもんでいるか 俺には一通りならぬわけがあるのだった。実際北谷龍太郎君にとってはこの日こそ初めての郊外散歩を約束したかけがえのない大事な日曜日であったがそれにもかかわらず北谷君はその大事な約束の時刻を余儀ない事情のために正味3時間半も遅らせてしまったのだ待ちぼうけを食わされた相手の女性というのは 北に君の勤めている銀行の3階に事務所を開いているある会社の美しいタイピストである北に君は3日前に初めて彼女と口を聞きそして今日の楽しい郊外散歩を約束することができたのであったそういえば美穂子そんな可愛い名前もその時聞いて覚えたばかりの北に君である言うまでもないことであるが 無論、北に君は真面目で善良な青年であるから、故意に相手の女に待ちぼうけを食わせるような不届きな術は心得ていない。いや、それどころか、約束の8時よりは30分も前に出かけていようと前の晩から意気込んでいた。ところが、それがとうとうできなかった。というのは、急な用事ができ、日本橋の支店へ、 課長が日曜日でありながら早朝から出張するというのでそのお供を命ぜられたのが友人の何がくんところがその何がくんは折しも今日の日曜日の当直に当たっていたのでその何がくんの次の晩に当たる北多君くんが何がくんに代わって当直を務めなければならぬという世にも哀れな羽目に陥ったのである北に君くんがどんなに慌てたか言うまでもない。 およそ3時間というもの反狂乱で当直の身代わりを作ろうと手当たり次第に同僚のところへ電話で泣きついた結果やっと11時過ぎになって解放され取るものもとりあえず約束の場所へ駆けつけたという次第さてこのようなわけであるから正午近くになってやっと約束の場所へ駆けつけた喜谷君がすでにその人の姿は見られなかったが 伝言板の上にまがいもないその人の言葉を見つけて思わず目を輝かしたのも無理はない K さま9時までお待ちいたしました一足お先にまいります代々木駅にてお待ちいたします M 子 M 子から K さまへあてた伝言はこれ一つしかないから間違いはないそうか 彼女は9時までも待っていてくれたのか。北に君は早くも胸をときめかしながら割に達者なその優しい文字をしばらくうっとりと眺めていたがやがて気を取り直すと急いで代々木までの切符を買い前より一層せかせかした足取りでホームの階段を上っていった2 やっぱり代々木駅にはもう彼女はいなかった日曜日の楽しげなアベックが幾組もいそいそと出入りしているばかり北に君はそれらを見ると無性に腹立たしくなったそもそもこの日曜日に日本橋の支店謎へ出張する課長の薄情な気持ちというものが土台尺に触ったとはいえ今さら過ぎ去ったことを言っても仕方がない 無情な待ちぼうけを食わされた彼女はもう数時間も前にこの代々木駅からしょんぼり立ち去ったに違いない北に君は引用のないすまなさで胸をいっぱいにさせながら引き上げようとしたがふと気がついて片隅の伝言板に寄り添ってみたとなんとその小さな黒板の上には同じ人の同じ筆跡で 次のような伝言が記されてあるではないか K 様都合で駒込駅にてお待ちいたします早くおいでくださいませなんだ駒込駅へ行っていたのか北にくんは思わずほっとした何か特別な都合ができたに違いないとにかくどのみち彼女を見失うにしても 彼女が駒込駅まで出かけたことには違いないのであるから、自分もそこまで一応出かけて、その上で引き上げるのであれば申し訳もない。北に君はそう思って、とりあえず駒込までの切符を買うと、山手線に飛び乗った。間もなく電車は駒込駅に着いた。やっぱり彼女はいなかった。が、その代わり、またも告知板には、 K 様30分お待ちしましたあんまりじらさせないで早くお会いくださいませ原宿駅でお待ちします M 子なんだまた原宿まで引き返すのか北にくんはその告知板の前でしばらく呆然として立ち止まっていたがやがてにがりきって 原宿までの切符を買ったイライラさせないでと彼女は言ったがイライラさせられているのは今はむしろ北に君の方である北に君は妙に速力のない電車の中でますますイライラしていたがやがて電車は原宿駅に着いた K 様随分な方ねいつまでお待ちしてもおいでになりませんから 私もう帰りますでももう少しだけ「万世橋でお待ちしますわ」は M 子読み終わって北にくんは思わずため息をついたが時間を合わせてみればまだ1時間しか遅れてはいないこのんではうまくいけば万世橋で追いついて神田でお茶でも飲むことができるかもわからない 北に君はまたもや勇気を振るい起こして万世橋行きの切符を買った代々木で乗り換えて再び中央線を南へ揺られながらしかし北に君は考えた「自分は今随分イライラした気持ちでいる生まれて初めてと言っていいくらいの苦しい気持ちである」が考えてみればそもそも最初に3時間余りもの待ちぼうけを食わされた彼女は やっぱり今の自分と同じような、いやあるいはこれ以上の苦しい思いをさせられたのかもしれないしてみればこういうことは言えないであろうか自分に苦しい思いを与えた男に同じような思いを与えて痛烈な復讐をするそうだことわざにもあるではないか待つもつらいが待、ま、たるるつらさと ここのところの心理を巧みにつかんで待町傍系ともいうべき率直な仕返しを企てているのではあるまいか電車に揺られながら北谷君はそんなふうに考えそんなふうに我と己に言い聞かせたそして電車はまもなく万世橋駅に着いた3 K 様、帰ろうと思いましたがでももう少しお待ちいたしますわ。浜松町駅にて M 子やっぱり万世橋駅にもこんな伝言があった今はもう何も考えずにせかせかと浜松町までの切符を買うと再び車中の人となった何のことはない その後を追っかけて東京市の周囲をくるくる回っているようなものだがそれでも今度こそはもう時間的にも距離は少なくなっているのであるからうまくいけば追いつくことができるかもしれない万事はその上でそんな期待を持って浜松町駅へ踊り込んだのであるが「K 様あなたは本当にノンキボさんね」 呆れました。もう30分だけ鶴見駅でお待ちいたしますわ。M、子。もうこれ以上は決してどこへも行くまいとかたく心に誓いながらさてこうしてはるばる鶴見くんだりまで引っ張り回された北に君くんはそのすすけた駅の小さな告知板でとうとう彼女の最後の伝言を読まされたのであった。 K 様あなたはとうとうおいでになりませんでしたねではさようならえむこ5.30生もんもつきはてた思いでふらふらとそばのベンチへ腰を下ろした考えてみればまったくよくもこんなところまでやってきたものだ なんという馬鹿げた、気狂いじみたまねであろうか。だがそれにしても、いかに待ちぼうけの仕返しをするとはいえ、こんなに方うを引っ張り回さなくったって良さそうなものではないか。そんなことをぼんやり考えるともなく考えていたが、ふとこの時、妙なことに気がついた。というのは、 この鶴見駅に残された最後の伝言の終わりの方に5.30と妙な数字が残されているが最初この数字を見た時には北にくんはそれをこの伝言を書きつけた時間とばかり思い込んでいたのであるが今ふと気がつけば3時少し過ぎたばかりではないか3時少し過ぎたばかりに伝言を書いた時間を5時30分と書きつけるのは少し妙ではないか 確かに変だぞ北にくんは急にシャンとなって腕を組んだが何のことやらさっぱりわからない謎の数字であるもっとも妙だといえば今日のことはこの数字に限らず全て妙である考えてみればいかに辛辣な女の仕返しとはいえ こんなに引っ張り回された男の話なぞいうものはいまだかつて聞いたことがない散々長老された挙句にこの最後の謎のような言葉であるいや待てよ北に君は急に霊感を覚えた長老といえば今まで自分が受けてきたこの長老らしきものは実は こんな漫然とした長老ではなくてその裏面にもっと底意地の悪いはっきりした長老の正体を隠し持っているのではあるまいかそうだ一見何でもないようにあしらわれていながら実はもっと辛辣な長老が今日の馬鹿げた話全体の中に隠されているのではあるまいか例えば「一種の暗号」 暗号の中に潜めたあざけりの言葉そうだ今日のこの手厳しい仕返しのやり方から見ればそれくらいのことはやりかねない相手である急にムラムラっと挑戦的な気持ちになって心をつとめて落ち着けもう一度冷静に今日の出来事をすっかり初めから考え直してみた最初代々木駅から振り出しに考えてみれば この鶴見友で6つの駅を回ったことになる6つの駅代々木駒込原宿万世橋浜松町鶴見こうした苛立たしい思い出の数々をいろいろにひねくってみて何とかしてこの馬鹿げた話全体の中から自分に対する暗号文でも見つけ出さないものかと 今は疲れも忘れて一生懸命考え始めたそしてとうとうとてつもない暗号を発見したのであった最初はもしこうした馬鹿げた話の中に隠されている暗号であったならきっとそれは自分に対する嘲笑の言葉であるに違いないと仮定しあらかじめいくつかの嘲笑の言葉をあれこれと用意して答えの方から暗号を解いていこうと考えた それで大分苦心をしてしまったのであるがふと気を変えて何気なく最も平凡な方法で今日回らされた6つの駅の名前を順々に並べてその頭字を1字ずつ拾ってみると「代々木駒込原宿万世橋浜松町鶴見」であるから「よ駒原万浜」 つる、となりかなにすると「よこはまはつ」となるではないかしかもこやつへ例の最後の謎の数字をくっつけるとなんと横浜発すなわち「よこはまはつ」 5時三十分四北に龍太郎君はすっかり元気を取り戻したこういうことになってみれば今日の彼女の機械な行動もいちいちうなずけるではないかしかもなんとその素晴らしい暗号文はまるでどこか遠くの旅にでも出かけるような深い意味をたたえているではないか だが待てよ。そんな時刻に横浜を立つ列車があるのかなとにかく横浜まで出かけてみよう北にくんはそう思って立ち上がると出発口の方へ出かけたのであるがしかしこの時不意に北にくんはぎくっとなって立ち止まった言い落としたが鶴見駅の告知板にはその時彼女の伝言だけが書かれていたのであるが その伝言板の前に立ってトランクを掲げた一人の男が食い入るような視線で彼女の伝言を読み下していたがすぐにつかつか出殺口まで来ると北にくんよりお先に横浜一枚切符を買ってさっさと改札口の方へ出かけていったのであった北にくんが驚いたのも無理はないなんと 自分と同じように彼女の暗号を解いて彼女の後を追って横浜へ向かおうとする男がもう一人あるしかも北多君の驚きはそればかりではなかったその怪しい男はソフトボールをぶかにかむっていたが改札口へ歩いて行こうとするときにちらっと見たその顔は確かに北多君の見覚えのあった顔であった誰であったかとっさには思い出せない だがいいい。ずれれにしてしててもこうはいられない自分も大急ぎで切符を買うとその男の後ろ姿を求めるようにしてローへ駆け出していった電車はすぐに来た奇怪な男の姿は見失ったがこの電車に乗ったことは間違いない急いで飛び乗った五両連結の快速電車は京浜線をうなりを立てて失踪し始めたその電車の一つみで 今や前にも勝る激しい苦悩を味わわねばならなかった疑惑と混乱とそして今は得体の知れぬ嫉妬の思いとが入り乱れて胸中を駆けずり回るがやがて電車は横浜駅へ滑り込んだ真っ先に飛び降りたそして辺りを眺め回しただが降車客の中にはさっきの男は見当たらない 電車は桜木町へ向かって走り出した仕方がないのでローを抜けて待合所の方へやってきたがさっきの男は無論のこと彼女の姿も見られないふと思いついて時間表を見てみるとなんと5時30分発の汽車など一つもない急にたまらない不安に襲われて北谷くんはとうとう案内所へ泣きついた。 さあ、横浜発5時30分なんて汽車はありませんね。と、そこの若い係員は答え、そこからちょっと何かを調べてこう付け加えた。もっとも、汽船なら近海郵船の北斗丸というのが5時30分に上海へ向けて出港することになっていますがね。え、何汽船上海行きの汽船ああ、そうか。 それであの男は桜木町まで乗り越したのだなしまった北に君は今は前後の考えもなくダットの勢いで駅を飛び出るとタクシーに飛び乗った桟橋までやってくれ自動車はすぐに走り出した車の中で接し役案したなんというヘマなことをしたものだあんな男に一杯食わされるなんて だがその代わり北谷君は自動車に揺られながらふと怪しい男の正体を思い出したのである脳も最初見た時からどこか見覚えのある顔だと思っていたがなんとその顔は北谷君の勤めている銀行の日本橋の支店へ最近入ったばかりの事務員ではなかったかそうだ今朝課長が日曜日だというのに出張した日本橋支店の新しい事務員 だが一体どうしてそんな男が彼女を知っているのだろうしかしその疑問が解けないうちに自動車は桟橋の入り口へ着いてしまったとまさに転移自動車のステップを降りようとした北に君はふとその時目の前の方へ横切っていく例の男を見つけたのだいきなり飛び降りて資料もなくおーいちょっと待ってくれたまえ と声をかけたするとこの時妙なことが起き上がった呼び止められたその男は瞬間北谷君の方を振り返ったがみるみる激しい狼狽に顔色を変えながら振り向きざまにあたふたと向こうの方へ駆け出し始めた北谷君もひっぱたかれたような感じで半ば夢中に追いかけた桟橋の入り口で一人の女が手を振っているのが 走りながらちらちと見えたすると北谷君は猛烈なスピードが出たすぐに男に追いついたとその瞬間男が急に向き直ったかと思うといきなり何かひどく硬いもので北谷くんの顔を真っ向からガツッとばかり殴りつけたそのまま北谷君はフラッとなって。 あとは夢心地何でも殴られてカッとなりやたら無性に相手へかじりついていってものすごい格闘になったこととすぐに関税理だか水上書院だか何でもそんなふうな人物が飛び出してきて相手を引き離してくれたこととそれから格闘が始まると見るやいきなり桟橋の方へ逃げようとした時の 例の手を振っていた女の慌てた顔が彼女とはまるで似ても似つかぬ全然別の女の顔であったこととこの三つだけはどうやら北にくんの記憶の底に残っているがあとは何が何だか皆目わけがわからない5 その翌日のことである。空の見える病院の一室で頭を包帯巻きにされた北に君が、心よい日差しを受けながらうつらうつらしていると、ドアをコツコツとノックして、なんと、綺麗な花束を抱えた正真正銘の美穂子が現れた。お加減いかがお、おう 北に君が呆れて声も出さずにいるとつかつか入ってきてプンプン香水の匂いをさせながら枕元へ花束を飾るとそれから厚かましくもベッドの裾へ腰を下ろしながらでも本当に軽くてよかったわねお、おう相変わらず北に君が呆れていると彼女は組んだ両手を投げ出すように股の上へ乗せ 首をかしげて白い天井へ憧れるような視線を投げながら勝手にしゃべり出した。でもね、私あなたがこんなに素敵な非常人形とは思いませんでしたわ。本当に勇敢ね。昨日はあんな待ちぼうけを食わされて悔しかったけれど、でも今朝の新聞を見て私驚いちゃったの。 停車場の告知板に書かれた一見たわいもない合いびきの言葉を誘拐犯人の街頭連絡と睨んで見事に暗号文を解読するなんてただの非常事型とは違うわでもあなたが捉えたあの近藤何菓子とかいう日本橋の支店員よりもあの相棒横井美智子とか言った女事務員の方が首謀者でよっぽどすごいのねそうそう あなたんとこの課長さんの言葉も載ってましたわ課長さんもやっぱり昨日はその事件の関係で大金だったものだから極秘で日曜にもかかわらず支店へ出張されたんですってね何でもその現場へ出張していた自分よりも本店の当直員の北谷君の方が軽眼で早くも犯人を捕らえたとかってすっかり面食らっていたらしいわおお 北谷君は目を丸くしてやっと身を起こしたあら大丈夫ですのあ構かまいません大丈夫です美穂子さんあなたは昨日ずいぶん悔しかったでしょうね待ちぼうけを食わされて彼女は黙っているあなたは停車場でどれくらいお待ちになったのですか ええ。一時間ほど。一時間。でも、随分長いと思いましたわ。と、顔をわからめながら。いつまで経ってもおいでにならないのですから、がっかりして一人で映画を見て帰ってしまいましたの。つまらなかったわ。そうですか。それはすみませんでしたね。 ところで、課長さんからあなたが犯人を捕まえたご褒美として出た金一封を私預かってきたんですけれど、途中で新聞社の前を通ったら、航空機剣道のて札が出ていたから、受付、そのまま二人の名でお願いしてきましたわ。彼女は、ニコニコしながら報告した。